スタジアムはすでに大歓声に包まれています。エスタディオシウタデバレンシアへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。スペインからお送りするラ・リーガの一戦、レバンテがバレンシアを迎え撃ちます。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。ゲームに入るバレンシアですが、現在リーグでの最多得点も記録しているチームです。攻撃陣は自信を持ってプレーしているでしょうね。面白い試合を期待できそうです。この試合はスペイン・バレンシア州のエスタディ・シュータッド・デ・バレンシアからお送りしています。レバンテのホームです。メジャーな大会ではウェファユーロ2016予選の会場にもなりました。その時は地元スペインがマケドニアを下しています。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがバレンシアの先発メンバーです。主審の笛で試合が開始されました。ビチャクチッチ、ボールがフリーになりました。味方につなぐこともできます。完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。ロベルト・レバンドフスキ、いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。メレロ、いい形でゴール前まで持ってきました。タックルを受けています。フランコ・セルビー、パスをカットされました。見事な視野です。スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。ゴールゴール、先制したのはホームチーム。ライバルに一歩先んじたことでホームサポーターから大きな歓声が上がります。リプレイを見てみましょう。ワンツーを効果的に使い突破してきます。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。前半14分、先制点が生まれました。ロジャー、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ロベルト・レバンドフスキー、メレド、フランコ・セルビー、ロジャー、綺麗なタックルです。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。
ボールをアタッキングサードへ持ってきました。これは相手にパスしてしまいました。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。クリアしてピンチをしのぎます。どうだ、あの選手がこのボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが運がなかったですね。シュートのチャンスだ。プレスが効いている。思い切って打てるか。入りました。試合はまだ中盤ですがさらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。マキシ・ゴメス、ロジャー、相手にボールを渡してしまいました。ドリブルで果敢に攻め込みます。アドバンテージが取られています。バレンシア CF ルーズボールです。ボールはどっちだ。中央へクロスが渡る。ここで大きく前に出します。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターのチャンスが続く。相手の隙をついた見事なゴール。カウンターのリスクを常に意識しておくべきでしたね。深く攻めすぎたのが原因でしょう。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ゴールデンバレンシアCon el 22, Maxi Gómez. パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。見事なパスカットです。ロベルト・レバンドフスキー、いいところを見ていました。レバンドフスキーの動きをよく見ていた。再びゴールをこじ開けた。これで同点。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。監督も明るい表情です。ようやく同点に追いつきました。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。果敢に仕掛けてボールを奪いました。ゴール数リーグトップのアウェーチームですが、このバレンシアのキックオフで後半開始です。
シュートは入るか。キーパーが対応、ピンチをしのいだ。相手を突き放すチャンスでしたが得点にはなりませんでした。決めておきたい場面でしたね。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。これはチャンス。ゴールキーパーが見事に止めた。コーナーからエリア内へ。ここはしっかりクリアされました。ロジャー、さあリードできるか。キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーキック、勝ち越しを狙います。コーナーキックが入ります。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。ディフェンスが冷静に対応。プレスが効いている。リードを奪いたい。デヘアのセーブ。まだインプレーです。ロベルト・レバンドフスキー。これは見事なインターセプト。攻撃に移りたい。絶好のチャンスです。バレンシア、ボールを失いました。ロジャー、裏も見えていたのか。 PK の判定。リードするチャンスです。これが決勝点になってしまうのでしょうか。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。見事に PK を入れています。この PK ですが、キーパーが飛ぶと読み切っていたようですね。しかしそこまで分かっていたとしても、真ん中に蹴るのは怖いんです。このキッカーは勇気がありますね。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて、一安心でしょうか。選手の交代です。疲れの見える選手との交代ということでしょうか。フランコ・セルビー、パスがつながる。 PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。 PK になりましたがカードは出ないようですね。判定は PK となりましたが、確かにカードは出ていないようです。ボールはゴールポストのわずかに外。角を狙ったんでしょうが、決めておきたかったですね。かわされた。これは対応がよくありませんね。マキシ・ゴメス。バレンシア、ゴールへのイメージが共有できていますでしょうか。ダニエル・バス。これはチャンスです。ディフェンスの選手がシュートをブロック。しっかりとしたディフェンスです。ここはドリブルに入ります。インターセプトでチームを救いました。相手にボールを渡してしまいました。ボールは外。
外に出ました。スローインです。ルベン・ベーゾン、これはスローインになります。ここはしっかりクリアされました。ロジャー、フランコ・セルビー、カウンターのチャンスです。ボールをクリアします。カルロス・ソレール、ケビン・アメイヨ、これはいい展開です。同点に追いつスルーパスが通るかと思いましたが、キーパーが素早く前に出ました。このチャンスにスタジアムもがぜん盛り上がっています。会場の雰囲気が選手を後押ししてくれていますね。どちらが得点をしてもおかしくない展開が続いています。入れば決定的、ゴールの予感もしましたが見事に止めました。ボールを前に運んでいます。待っているのはレバンドフスキー、あっと入った、値千金の同点ゴール。終盤にアウェーチームが追いつき、ダービーマッチは振り出しに戻りました。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。レバンドフスキ、相手ボールになります。素晴らしいボールです。打ってきましたが大きく外れてしまっています。カンパーニャ、最後の攻撃となるでしょうか。勝ち越しを狙います。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。試合終了です。ダービーマッチは両者勝ち点を分け合う結果となりました。いやー、どちらが勝ってもおかしくないダービーマッチでしたね。最後に決着がつかなかったことだけが残念です。まあその分次の機会への期待が高まりましたね。